お元気ですか、ボクシミでございます。今回は 2024NPB プロ野球カードの開封動画でございます。こちらは1パックカード12枚入り1ボックス24パック入りでございますので、前編後編12パックずつ分けてやっていきたいと思います。それでは最初は、12枚入りを開けたいと思います。はい、それでは前編の12パック開けていきたいと思います。それではいきます。まずは前編の1パック目でございます。これは巨人の戸郷選手でございます。ちょっと手袋がね、今ちょっと滑りやすくてね、ちょっとね、すいません。はい、巨人の戸郷、翔征投手でございます。楽天の岸孝之投手でございます。これが、阪神の森下翔太外野手でございます。西武の豆田大志投手でございます。広島の高太一投手でございます。で、日本ハムの加藤貴之投手でございます。中日のですね、ヤクルトからします、ドミンゴ・サンタナ外野手でございます。で、オリックスはね、 OB でございます、高口智孝、外野手でございます。で、ロッテは、沢村博一投手でございます。で、ソフトバンクの前田悠伍投手でございます。横浜の三浦大輔監督でございます。で、中日の高橋宏斗投手の、枠がね、銀字盾になっています。だからね、ちょっとね、後にしてみました。はい、2袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの上田久斗内野手でございます。中日ドラゴンズの少々お待ちくださいね。はい、辻本凛太郎内野手でございます。で、読売ジャイアンツのこれは、大城匠捕手のカードでございます。すいません、ちょっとね、手袋がなかなかね、ちょっと滑りやすいのでね、ちょっとね、遅れました、すいません。で、ソフトバンクの石川修太投手でございます。で、横浜の宮崎敏郎、内野手でございます。で、これは楽天の今江俊明監督でございます。のこちらね、金枠でございます。で、ヤクルトの内山壮真捕手でございます。で、日本ハムの山崎達也投手でございます。で、西武の松本航、投手でございます。で、阪神の伊藤将司、投手でございます。
広島の常廣隼人投手でございます。でオリックスの河内晃輔投手でございます。3袋目でございます。西武の松井稼頭央監督でございます。阪神の大竹耕太郎投手でございます。読売ジャイアンツのこちらは梶谷孝之、外野手でございます。はい、こちらでございます。楽天の辰巳洋介外野手でございます。中日の、これはリューク、内野手でございます。オリックスの横山誠也、内野手でございます。広島カープの矢野雅也内野手でございます。ソフトバンクの、松本裕樹投手でございます。横浜の、牧秀悟内野手でございます。日本ハムの加藤豪介内野手でございます。ヤクルトの山田哲人内野手でございます。でロッテの上田久斗内野手の銀枠でございます。で4袋目でございます。読売ジャイアンツのごめんなさいね、赤星雄二選手のねカードでございます。すいません、ちょっと手袋でちょっとはめてるのでね、ちょっと止めます。で中日から言いますね、中地玲也投手でございます。で楽天の村林樹、内野手でございます。で読売ジャイアンツの赤星雄二投手でございます。で横浜の浜口春弘投手でございます。千葉ロッテのこちら山口幸喜外野手でございます。でソフトバンクの東浜直投手でございます。で西武の糸川亮太投手でございます。失礼しました、糸川亮太投手でございます。失礼いたしました。で阪神の岩崎優投手でございます。でオリックスの宇田川優希投手でございます。でヤクルトの伊藤優衣内野手でございます。で北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の銀枠でございまして、早速直筆サインカードが出ました。でこれは広島カープのね OB でございます小早川選手の直筆サインカードでございます。99シリでございます。はい、こちらでございます。はい、続けていきたいと思います。5袋目でございます。ちょっと手袋がね、何度も言いますが、ちょっと滑りやすいのでね、なかなか取りづらくなっておりますね。ちょっと遅れてますがね、ご了承ください。それでは改めて5袋開封していきたいと思います。オリックスの西川龍馬外野手でございます。今年から、広島カープより FA で加入してきました。西武の高橋光成投手でございます。
広島カープの中田悠斗内野手でございます。で北海道日本ハムのこれをこちらは、池田、高秀、投手でございます。はい、でヤクルトスワローズの石川正則投手でございます。で、阪神タイガースの森下翔太、外野手の銀枠でございます。千葉ロッテマリーンズの種市、敦樹投手でございます。横浜 DeNA のこちらは武田陸、外野手でございます。ソフトバンクホークスの津森勇樹投手でございます。中日ドラゴンズの柳裕也投手でございます。楽天の庄司康生投手でございます。で読売ジャイアンツの佐々木俊介、外野手でございます。6袋目でございます。阪神タイガースの津田淳也、投手でございます。オリックスバファローズの阿部翔太、投手でございます。広島東洋カープの秋山翔吾、外野手でございます。で北海道日本ハムファイターズの北山浩紀、投手でございます。ちょっとね画面がちょっとぼやけてしまってますがご了承ください。東京ヤクルトスワローズの青木宣親外野手でございます。埼玉西武の殿崎修太内野手の銀枠でございます。千葉ロッテの和田康士郎外野手でございます。横浜 DeNA の林拓磨内野手でございます。でソフトバンクの村田健一外野手でございます。中日ドラゴンズのライデル・マルチネス投手でございます。東北楽天の小深田博人内野手でございます。読売ジャイアンツの菊池大輝投手でございます。7袋目でございます。西武ライオンズの栗山巧外野手でございます。阪神タイガースの桃崎葵内野手でございます。オリックスバファローズの曽谷雄平投手でございます。広島カープの田中康介内野手でございます。はい、少々お待ちください。ヤクルトスワローズの西舘晃太投手でございます。銀枠でございます。で北海道日本ハムはね、糸井嘉男外野手でございます。 OB でございます。で千葉ロッテの吉井正人監督でございます。横浜 DeNA の伊勢博夢投手でございます。東海ソフトバンクホークスの大津陽介投手でございます。中日ドラゴンズの岡沢慎之助投手でございます。東北楽天の小田さつき投手でございます。読売ジャイアンツの大勢投手でございます。
8袋目でございます。で埼玉西武ライオンズの村田レオン内野手でございます。ちょっとお待ちくださいね、これね。ちょっと今カードがくっついておりましたけど、なんとかね、剥がれました。で、改めて埼玉西武の村田レオン内野手でございます。はい、阪神タイガースの島本浩也投手でございます。オリックスの山岡大輔投手でございます。で、広島カープのこれ、スネカネ翔太外野手でございます。で、こちら、北海道日本ハムの伏見トライ捕手でございます。ヤクルトの小川康弘投手でございます。で、楽天の早川隆久投手の、これはね、銀枠でございます。中日の山本昌投手でございます。これ OB でございます。千葉ロッテの角中克也外野手でございます。で、横浜の井上健人内野手でございます。で、ソフトバンクの今宮健太内野手でございます。巨人の岡本和真内野手でございます。はい、9袋目でございます。西武の鈴木翔平外野手でございます。楽天の宇治清流投手でございます。中日の中田翔内野手でございます。巨人からね、加入してまいりました。ソフトバンクの又吉克樹投手でございます。横浜 DeNA の佐野啓太外野手でございます。読売ジャイアンツの小笠原道博内野手でございます。で、 OB でございまして、過去には、巨人にもね、巨人じゃなくて、日本ハムにもね、在籍しておりました。中日ドラゴンズもね、在籍経験がございます。で、千葉ロッテの沢村博一投手の銀枠でございます。東京ヤクルトの塩見泰隆外野手でございます。ところどころね、ちょっとね、ぼやけてるところがございますが、ご了承ください。北海道日本ハムの清宮幸太郎内野手でございます。広島カープの小園海斗内野手でございます。オリックスの吉田輝星投手でございます。日本ハムからね、交換トレードで加入してまいりました。阪神タイガースの中野拓夢内野手でございます。10パック目でございます。埼玉西武の殿崎修太内野手でございます。阪神の山田修也内野手でございます。広島カープの玉村翔吾投手でございます。日本ハムの新庄剛志監督でございます。で、ヤクルトの星智也
投手でございます。でオリックスバファローズの森友哉、捕手でございます。の銀箔でござい、銀箔で、銀枠でございます。千葉ロッテの西野雄二投手でございます。横浜 DeNA の松本涼斗投手でございます。ソフトバンクの牧原大成内野手でございます。読売ジャイアンツの門脇誠内野手でございます。中日ドラゴンズの福田幸之介投手でございます。こちらでございます。で楽天の渡辺翔太投手でございます。11パック目でございます。埼玉西武の児玉亮介内野手でございます。阪神の石井大地投手でございます。オリックスバファローズの山下俊平太投手でございます。北海道日本ハムファイターズの星野日野で外野手でございます。はい、こちらでございます。ヤクルトのサイズニード投手でございます。巨人の阿部慎之助監督でございます。楽天の大内誠也投手でございます。中日ドラゴンズの細川誠也外野手でございます。広島カープの新井貴浩監督でございます。こちらが銀枠でございます。千葉ロッテの大谷光投手でございます。で横浜の入江大生投手でございます。でソフトバンクの栗原陽也内野手でございます。最後の12パック目でございます。で埼玉西武の與座海人投手でございます。阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。オリックスバファローズの野口智也内野手でございます。で広島カープの菊池涼介内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの鈴木健也投手で、ごめんなさいちょっとね重ねてました、失礼しました。で、改めて北海道日本ハムファイターズの鈴木健也投手でございます。失礼いたしました。東京ヤクルトスワローズの市原勇貴投手でございます。読売ジャイアンツの岡本和真内野手の任枠でございます。千葉ロッテの佐々木朗希投手でございます。横浜の松尾志音捕手でございます。でこちらでございますね。はい、で、楽天、東北楽天の今江俊明監督のこれカードでございますこれね。
で中日ドラゴンズの上林誠二、外野手でございます。で最後に福岡ソフトバンクホークスの開拓や捕手でございます。以上で 2024NPB プロ野球カード開封動画、前編の12パック終わりたいと思います。前編の方ですと、OB でございますが、ね、小早川選手の直筆サインカードゲットでございます。ヤクルトスワローズにもね、在籍しておりました。後編の方もね、12パック開封していきますので、よかったら見に来てください。でまたちょっとね、映像がぼやけてしまってますが、その辺はご了承ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。